さあ帝国よりも少し時間が早いようですが、選手の準備が整いました。続いてのトラック競技は A クラス女子の 100m ハードル決勝です。この種目ジュニアオリンピック参加標準記録はこのインターバルで14秒60。それでは出場いたします9名の選手をご紹介いたします。第1レーン10-3旭ヶ丘、第2レーン東堂さん伊高岡、第3レーン中田さん男山第3、第4レーン牧田さん最強付属、第5レーン藤田さんわずか、第6レーン小山さん京都文京、第7レーン北尾さん北宇治、第8レーン平郷里さん藤の森、第9レーン木村さん西の丘。以上9名によりまして A クラス女子 100m ハードル決勝の出発です。ここで前に出ますのは北宇治の北尾さん、が1着でフィニッシュを迎えました。プログラムは準備ページをお開きください。プログラム